あなたが来るのをお待ちしていましたよ。一緒に冒険したい？うん、構わないよ。僕からのプレゼントです。受け取ってもらえますか？さあ、今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。この巣場、姉様ともどもよろしくお願いします。働いている時間、レムにはこの制服だけあれば十分です。他の服は必要ありません。大変です。今お客様の頭の中で卑猥な恥ずかしめを受けています。さあ、ミッションをクリアして報酬をいただいちゃいましょう。働いている時間、レムは嫌いではありません。ロズワール様の元で使用人を務めています、レムと申します。神よりも気まぐれないぞ。神様、今日も親方に褒められちゃったわ。あんまり近づかれると手が出ちゃう。狙った財宝は逃がさないわ。たまにはこうしてくつろぐのもいいですね。この巣場、この俺に挨拶もなしか。あ、槍の特訓だって。踊狙った財宝は逃がさないわ。みんなが元気になりますように。たまにはこうしてくつろぐのもいいですね。こんな
爆裂魔法で吹き飛ばしてあげます。このスバこの巣板ねえベル、見て見て、ヘスティアと同じ服を作ったの。わあ、とってもお似合いですね。まるで神様が二人いるみたいです。待つんだベル君。確かにアクアはよく似合っているよ。でも神様が二人なんて褒めすぎじゃないかい。この服が一番似合っているのはもちろんこの僕だろう。違うかい。それは。何を話してるの。アイズさん、いいところに。アイズさんも二人。驚かせてしまったか。アクアがアイズと同じ服を作ってくれたので着てみたんだ。ベルが見間違えちゃうなんて、それだけ私が作った服の出来がいいってことね。ああ、着心地もいいし動きやすくて気に入っている。なんでだろう。ダクネスさんだと分かっていてもアイズさんが二人いるみたいでドキドキする。どうしたベル、ぼーっとしているが顔が赤い。何でもありません。ベル君の浮気者。え、バレンナニガシ君やダクネス君にはほうけた顔をしちゃってさ、僕の質問にもはっきり答えてくれないし。いいさ、僕はベル君がいなくたって、いなくたって。神様、待ってください。おお、ヘスティアは突然どうしたのだろう。そう、それよりヘスティアはいなくなっちゃったけど、魔導カメラを持ってきてたの。記念に一枚撮りましょう。魔導カメラ？あっちに向かって笑えば大丈夫よ。ほら、二人とも寄って。はい、チーズ。この巣場。パーティーメンバーの募集はあちらです。温泉に。みや。こんな寒さ、爆裂魔法で吹き飛ばしてあげます。
私にどんな格好をさせる。狙った財宝は、回復も支援も苦しいだわ。さっ温泉に。このスバ